リチウムポリマーバッテリーチャージ終了。神経ネットワークレベル7に到達。電圧2800で安定。 PNNC205J の占有率70から60 50 45。シミュレート通り38で安定しました。ウアンの第二関節の負荷規定値へ。電圧正常。高周波漏洩率 0.04。 固定用ロールバーアウトします。オートバランサー良好。サテライトシステム起動。衛星からの受信を確認。最大占有率87。 CCD 明度再度感度ともに良好。データの転送速度は S63 です。各種センサー自然調査しました。誤差プラスマイナス 0.3。 占有率47。超音レベルをノーマルに設定します。主要言語を日本女性に設定。占有率38で安定しました。全工程オールグリーン。主任お願いします。私が誰だか分かるかい？クルス川エレクトロニクス中央研究所第7研究開発室 HM 開発課主任永瀬源五郎。この指何本に見える？4本です。体で不自由なところは？特にありません。よかったら今 CNN でどんなニュースをやっているか教えてくれないか。今週のハリウッド興行収益のトップ10を放送しています。第3位はティアドロップで670万ドル。第2位はスカー840万ドル。第1位は。よくわかったよ。ありがとう。サテライトシステム正常です。各部関節異常ありません。立てるかいセリオ。はい。よし、立った。立ったぜ。起動実験は成功だ。いや、その言葉は適切ではないね。今日は君の誕生日なのだから。誕生日？あ、そうだ。おめでとう、セリオ。ありがとうございます。永瀬主任、私の隣にいるのは HMX12 型マルチ。君のお姉さんにあたるんだが、ちょっと予定が遅れててね。マルチ、私のお姉さん。CD ドラマスペシャル トゥーハート ピースオブハート。原作アクアプラス、監修高橋達也、脚本演出黒田陽介、音楽下川直也、石川真也、中上和秀、効果倉橋静雄。少し離れた場所でなんとなく見ていた。ルールも詳しくないし、20人以上の選手が出てくる競技だし。ただ私の通ってる学校の隣の高校が対戦してるってことは分かった。勝ってるようだった。そして目が離せなくなった。選手の中にいるちょっと背が低くて、それでも機敏に動き回ってて栗色の髪をした男の人から、その人の蹴った球がゴールのネットを揺らした時、私の中で何かが揺れた。私は彼を知った。私は恋を知った。教材歴史科の資料室へ持ってっといてくんない？池田先生から係の者が行うようにと言われているのですが。ごめん、用事があるんだ。そうですか。
わかりました。セリオ来てから楽だよね。宿題もやってくれるし、うちで使ってる初芝のメイドロボより全然使える。クルス川製なんだっけ。ほら、2年の彩香先輩んとこの。先輩じゃなくて彩香様よ。あんた浸水しすぎ。どっちでもいいよ、楽なら。でもさ、セリオってちょっと美人すぎない？スタイルもね、作ったやつの趣味丸出し。池田先生、教材を届けに来ました。ああ、ご苦労さん。なんだ、またセリオか。係の生徒にやらせないとダメだって言ったろ。用事があると言われましたので。嘘に決まってるって。そんなの、古谷さんが嘘をついたという確証はありません。分かった分かった、そこの机の上に置いて早く教室に戻れ。わかりました。失礼いたします。メイドロボか。お嫌いですか？古風なんですかね、ああいうのに慣れなくて。まるで模範解答を目の前にして採点されてるような気分ですよ。まあまあ、運用テストの期間はあと1週間。それまでの辛抱ですよ。というところで、ちょうど80ページまでの例文が終わりました。突然ですが、これから皆さんに小テストをしてもらいます。難しくないから安心なさい。授業を聞いていたらすぐに解ける程度のテストです。用紙を渡しますから後ろの席へ配ってください。やられた。いきなりすぎるよ。ねえねえセリオ、後で見せてくんない？それは不正行為になります。わからないところを教えてくれるだけでいいから。そうそう、セリオはこのテスト受けなくていいわよ。その代わり不正する者がいないかあなたの機能で見張っててちょうだい。わかりました。ひどい。セリオもクラスの生徒ですよ。不平等だと思います。メイドロボが受けても仕方ないでしょ。テストの制限時間は20分。よーい、始め。最悪だよ鈴木のやつ。年寄りはすぐひねるから。ねえ、問いに何？バカ、何って。木村さん、死後は慎んでください。出そうよ。はーい。じゃあね。うん、明日。どっか寄ってく？今日はパス。さようなら木村さん。今日は恨むからね、セリオ。申し訳ありません。行こう。うん。さようなら羽生さん。さようなら大友さん。さようなら高梨さん。セリオ、彩香お嬢様、さようなら。私に挨拶してどうするのよ。一緒に帰りましょう。彩香お嬢様には迎えの車が来る予定になっているはずですが。来るわよ。私をなんとかっていう華道の偉い先生に引き渡すご奏者よね。それなら。いいからいいから、バス停の方に行くんでしょ。はい、見つかる前に早く。はい。聞いたわよ、5時間目の英語。思いっきり浮いてたそうじゃない。私に飛行機能は装備されてませんが。そういう意味じゃなくて、クラスの輪から外れてるってこと。そんなことはありません。授業は受けていますし、皆さんから言われたことはきちんとこなしています。いいように扱われてるだけでしょ。人の役に立つ存在、それが HM シリーズです。律儀すぎるのも考えものね。あのね、一つだけ言っておくわ。人の言いつけを守るだけじゃなくて、人が喜ぶことをしないと一人前のメイドロボとは呼べないわよ。人が喜ぶこと。そう、幸せになるためのお手伝い。幸せという言語は意味の領域が広すぎて基本設定にインプットできません。意外に頑固。申し訳ありません。怒ってなんかないわよ。ゲーセンから敗北者の悲鳴。よっしゃ。そして勝利の雄たけび。藤田博之さんの声紋を確認しました。
なんでよ、昨日入荷したばかりの新型教材なのに、どうして私があんたなんかに負けなきゃなんないのよ。志保に勝負を挑まれると思って昨日特訓しといたんだな、まさし。僕は付き合っただけだけどね。卑怯よ、ずるよ、最低よ。なんとか言ってよ、あかり。ひろゆきちゃん、すごく上手だったね。実力実力。勉強もこれくらい真剣に取り組めるといいのにね。一言多いの。あ、うわ、全然聞いてないし。いいわよ、こうなったら明日のしほちゃん情報でひろがずるしたって学校中に言いふらしてやるんだから。おい、しほ、そりゃ情報じゃなくて出任せじゃない。相変わらずにぎやかね。クルス川彩香だ。わ、本物。こんにちは、皆さん。おう、セリオ、寺女のお帰りかい？はい。マルチちゃん、元気のお掃除してる？テスト期間が終了してから会っていません。あのメイドロボ、寺女で運用テストしてるセリオでしょ。もしあったら、そりゃそうよ。なんたって、あたしはシホちゃんだもの。会った時は、伝えなっちゃいねえよ。ほらほら、バスが来たよ、ひろゆきちゃん。おう、じゃ、行ってきます。風呂沸かしといて待っといてや。え、あ、なんだよね。遅い。それじゃ、極楽トンボの山本は超えられんぞ。僕も、もう少し早くした方がいいと思うな。だろう、あんたらね。工業団地域です。セリオ、乗るんじゃないの？どうしたの、セリオ。早く乗らないとバス行っちゃうよ。はい、乗ります。それでは皆さん、失礼いたします。じゃあね、バイバイ。変わんないな、セリオは。マルチがいなくなって少しは寂しがってるかと思ったんだけどな。そんな風に見える？何かあったの？あったような、なかったような。まあ、普通かな。さっぱりわからん。私も同じだね、ひろゆきちゃん。ねえ、よかったらどこかでお茶しない？おごり？お茶だけならね。しけてんな。いいじゃない、エクストリームの女王クルス川彩香とお茶できるなんて光栄の極みよ。明日のしほちゃん情報はすごいことになるわ。エクストリームを彩る大輪、戦う女は美しい。もちろん独占インタビューさせてね。何？彼女何か報道関係の人？死亡してるだけ。死亡してるんじゃなくてなるの？そう、この私が今巷を騒がす人気者、しほちゃん情報のしほちゃんよ。よろしく。よろしく。何笑ってんのよ。すごく嬉しそうなんだもん、しほ。ああ、バカに磨きがかかってる。なんですって？バカだからバカっつってんだよ。ちょっと聞いてよ、しほちゃん情報。彩香お嬢様、彩香お嬢様、いらっしゃいませんか。古巣川彩香お嬢様。あ、そこの木に彩香お嬢様を見かけませんでしたか。え、知りません。そうですか。ああ、どこにいらっしゃるのですか、彩香お嬢様。ただいま戻りました。おかえり、セリオ。どうだった、今日は。順調でした。一人だと寂しいんじゃないか。いえ。あ、バカ。セリオ、こっちにおいで、メンテナンスをしよう。わかりました。接続完了しました。メモリーからデータを転送します。各部関節ステッピングモーターおよび超音波モーター、異常ありません。リチウムポリマーの残量 79%。 バッテリーのチャージを開始します。お、今日はいつもより少しデータが多いじゃないか。おい、飯食いながら機材に触るなって。はいはい。永瀬主任、質問があります。何かね。私とマルチさんの運用テスト期間に3週間の差があるのはなぜですか。なぜだと思う。より多くの運用データを蓄積するためだと推測します。確かにそれもある。
だが一番の理由じゃない。では何ですか？そうだな、セリオを理解してもらうのに時間がかかるっていうのはどうかな。申し訳ありません、言葉の意味が理解できませんでした。いいさ、それを理解するための3週間なんだから。理解できるよう最善を尽くします。セリオ、さっきから同じ画像情報を繰り返しロードしているようだが、このモニターに映っている女の子が気になるのかい？行動が不可解だったものですから。おお、それは興味深いね。ヨーコ、今日弁当作ってきたって。たかれたかれ、ちょっとやめてよ、なくなっちゃうじゃない。学食する？パンにする？パンでいいよ。買い出し舞台は？ともみとのりこ。あたし当番決めたでしょ。ペリオでいいじゃん。いないの。なんで？稽古連れてどっか行っちゃった。稽古？田沢さん、お手間を取らせてしまって申し訳ありません。別にいいけど、屋上で何かあるの？セリオ、ここの方がいいと判断しました。田沢さん、昨日の放課後、ゲームセンター前のバス停から14メートルほど離れた場所に隠れていたのはなぜですか？なんで知ってるのよ。私のセンサーは有効半径が200メートルありますから。優秀なんだ。ありがとうございます。それでどうしてなんですか？あれはね、ただの偶然。うちに帰ろうとしてただけなの。本当だよ。あの場所は田沢さんのご自宅と方向が違います。知ってるの。学院の全生徒の住所をインプットしていますから。ほんと優秀なんだね。ありがとうございます。あの時田沢さんの視線はずっと私たちの方向を向いていました。それはセリオがいたから。私ではなく、田沢さんの視線が向けられていたのは佐藤正史さんです。セリオ、知り合いなの？はい、 HMX12 型マルチさんが2週間前まで運用テストのために隣の学校に通学されていたのです。マルチさんに紹介していただいて知り合いになりました。なんだ、そういうことなら早く言ってよ。もう田沢さんはその事実を否定しようとしていましたが、そうなんだけど。マサシさんに興味があるのですか？まあね、私って中学から女子校でこういうこと初めてだから分かんないし、クラスの子に言うと噂がすぐ広まっちゃうし、昨日もサッカー部の練習見に行こうとしたら休みで、後つけてたらバス停でセリオが話してるじゃない？なんでって思って。それでその、ようやく田沢さんがあそこにいた理由を理解することができました。お呼び立てして申し訳ありません。失礼します。ちょっと何でしょう？佐藤さんと知り合いなんでしょ？はい。だったら協力して。何をですか？分かんないかな。要するに佐藤正史さんのこと教えてほしいの。そういうことですか。わかりました。佐藤正史、10月13日生まれ、16歳、4人家族。姉千恵美は既婚、現在出産のために佐藤家に在住。所属クラブはサッカー部、ポジションはフォワード。学校での成績は常に上位30名の中。そんなんじゃなくて、もっと個人的なこと。まさしさんに恋人はいるの？普段は何をしてる？好きな俳優は？好きなアーティストは？そのデータは来栖川のデータバンクに存在しません。そっか、そうだよね。メイドロボって言っても完璧じゃないよね。申し訳ありません、お役に立てなくて。いいの。あ、今のことクラスのみんなに言わないでね。わかりました。絶対だよ。わかりました。ありがとう。じゃ
なるほどね。綾香お嬢様、どうしてここにいるのですか？ただの暇つぶし。それよりどうするつもり？何をですか？今話してた子のこと。どうすることもできません。口外するなと言われましたし。それでいいの？私になすべきことはないと判断しました。5時間目の授業まで3分を切りましたので、これで失礼します。いい機会よ。もっと考えなさい、セリオ。セリオ、教室の掃除よろしくね。はい、わかりました。清掃プログラム、サテライトよりダウンロード。メイドロボとは呼べないわよ。はーい。はい、どなた様？あれ、セリオじゃないか。突然お尋ねして申し訳ありません。それは構わないけど、どうしたんだ急に。まあいいや、よかったら上がってけよ。ひろゆき、誰？あかりちゃん？あれ、セリオ？やはりいらしていたのですね。実はまさしさんにお願いしたいことがあってここに来ました。僕に？けいこ！はーい。電話。ん、誰？めぐ？気持ち悪いな。はい、もしもし。あの、田沢さんですか？はい、そうですけど。はじめまして、僕、佐藤正史と言います。どうしてですか？なんでですか？田沢さんと同じ学校に通ってるセリオから電話するようにって言われたんだけど。セリオが？用事があるって。え？あの、何かな？いいえ、何でもありません。セリオが勘違いしているだけだと思います。そうなの？きっと誰かがふざけてそうしろって言ったんじゃないですか。きっとそうですよ。すみません、ご迷惑をかけてしまって。別に構わないよ。なんだ、いたずらだったのか。クラスのみんなにはちゃんと言っておきますから。あの、本当にすみませんでした。それならいいんだ。それじゃ。はい、すみません。誰なの、佐藤さんって？何でもない。何よ、あの子ったら。待ってよ、セリオ。田沢さん、今日は学校を休まれていたはずでは？話があるの。すみません、私はこのバスに乗って研究所に戻らなければならないのですが。そんなのいいから、こっちに来なさいよ。わかりました。あんたでしょ、佐藤さんに私のこと話したの？はい、田沢さんのうちに電話をかけてほしいと正史さんに頼みました。なんで？どうしてそんなことするの？田沢さんが正史さんに興味を持っていたからです。言わないでって言ったでしょ。1年 C 組の皆さんには言っていません。そういうことじゃないわよ。メイドロボのくせに勝手なことしないでって言ってんの。田沢さんが私に話されたので、お手伝いしなければならないと推測しました。私は間違っていたのですか？当然よ。私があんたに言ったのは、何にもわからないメイドロボだから。言われたことを答えるだけでいいのに、私の人間の気持ちなんかわからないくせに勝手なことしないで。あんたなんかに話さなきゃよかった。無神経のおせっかい。私もう佐藤さんに会わす顔ない。みんなあんたのせいよ。
私のせい、私の。なぜですか、田沢さんは正志さんに興味があったのではないのですか。だったらなぜ遠目から正志さんのことを見ていたのですか。お話ししたいから、近づきたいと思ったからではないのですか。私は田沢さんのお手伝いすらできない存在なのですか。もしそうだとすれば、私はもしかしてそこにいるのセリオちゃん。はい、そうです。やっぱりそうじゃないかなって思ったんだ。ひろゆきちゃんとまさしちゃん二人してどこかに行っちゃって、今日は私抜け物なんだ。そうなんですか。かわいそうでしょ。はい。そんな真面目に取られると。セリオちゃん、今日はゆっくりなんだね。いつも乗ってるバスもう出てるんじゃない。クラスメートの人に呼び止められたものですから。わかった。お友達と寄り道してたんでしょう。違います。え、機械と人間との間に信頼関係が成り立つとしても、友人関係にまで発展することはありません。使う側と使われる側、はっきりと分かれてますから。ううん、そんなことないと思う。マルチちゃんとひろゆきちゃんはとても仲のいい友達だったよ。もっと話す機会さえあれば、私やまさしちゃんやしほだってきっと仲のいい友達になれたと思う。それはマルチさんだから可能だったんです。え、そうかな。そうです。私には不可能です。ただいま戻りました。おかえりセリオ。遅かったじゃないか。どうしたんだ。さあ。永瀬主任、何かあったのかいセリオ。教えてください。どうして私はマルチさんとこれほどまでに性能が違うのですか。セリオもマルチも私が基礎設計をした。セリオに内蔵している OS はマルチのものと同じだ。紛れもなく君たちは姉妹だよ。姉妹という定義に当てはめるには違いが多すぎます。マルチさんは優秀です。 HM シリーズとしてではなく、人として皆さんと接していました。私とはまるで違います。そうかな。違いを納得しているのなら気に留める必要はないはずだ。考えてごらん。なぜセリオはマルチのことをメモリーに留めているんだい。田沢恵子という少女の言葉を何度もロードしているのはなぜなんだい。わかりません。考えてみてごらん。製造番号で言えばマルチはセリオのお姉さんだが、マルチはセリオのことをお姉さんだと言っていたよ。私がですか。ああ。さあ、メンテナンスに取り掛かろう。マルチさんならどうするのだろう。マルチさんなら違う結果になっていたのだろうか。マルチさんなら。セリオさん、セリオさん。マルチさん、教えてください。私はどうすればいいのですか。セリオさんはすごいです。すごくなんかありません。私セリオさんのようになりたいです。それは反対です。マルチさん、私はマルチさんのように。セリオさん、今朝バスで席を代わってあげたおばあさんにクッキーをいただいたんです。私は食べられないから学校にいた犬さんにあげました。学校で充電を終えたら、いきなりひろゆきさんの顔が間近にあって、私びっくりして倒れてしまったんです。ひろゆきさんに購買部でパンを買うのを手伝ってもらったんです。まあ、本当は一人でやらなくちゃいけないのに。充電中なのにメモリーからひろゆきさんの姿がロードされたんです。そんなことってあるんですね。
考えたってセリオさんの方が優秀ですよね。私なんか。また失敗してしまいました。今度は失敗しないように頑張ろうと思います。一生懸命やったんですけど。学校ってとても楽しいですね。頑張ります、頑張ります、頑張ります。私は答えは見つかったかい、セリオ。ケイ君、今日も休んでるね。これで3日目だよ。何かあったんじゃない？セリオ、これ委員会に提出する報告書なんだけど、私字が汚いから清書しといてくんない？申し訳ありません。できません。は？大事な用事があるんです。失礼します。うそ、初めてセリオに断られた。いいじゃん、たまには自分でやれば。あと数日でいなくなるんだし。考えてみれば随分助けてもらったよね。性能良かったし。ムカつくこともあったけど。セリオが市販されたらパパに買ってもらおうかな。欲しいよね、セリオ。本当。はい、田沢さんのお宅ですか？私、田沢さんのクラスメートで HMX13 型セリオと言います。 HM は？恵子さんにお会いしたいのですが。何よ、こんなところに連れてきて。私はあんたと関わりたくないの。腕離してよ。話しません。人の言うことが聞けないの？目泥棒のくせに。私が学校休んでたのはみんなあんたのせいなんだよ。お願いします、ここにいてください。やめてよ、そんな普通の顔して私のこと見ないで。真剣なことしないでよ、惨めだよこんなの。わかんないの？私が悲しんでることもわかんないの？わかると思います。嘘、ペドロボにわかるわけないじゃない。じゃなきゃこんなことするはずないよ。確かに私は起動してから数週間しか経っていませんし、蓄積されているデータもそれほど多くはありません。悲しみという感情も最初はよく分かりませんでした。ですがお姉さんと会って少し変化したと思っています。お姉さん？はい、私と同時に作られた HM シリーズ、HMX12 型マルチ。2週間前運用テスト期間を終えました。もう会うことはありません。運用テスト最終日、マルチさんはとても悲しんでいました。とても。マルチさん、運用テスト終了おめでとうございます。ありがとうございます、セリオさん。でも私これでおしまいかと思うと寂しいです。とてもとても寂しいです。マルチさんはテストを無事終えられました。開発スタッフの方々も納得しているはずです。いえ、そういうことではないんです。この8日間楽しいことばかりだったから。だからこれで終わりかと思うととても寂しくなって。でもセリオさん、今日はすごく嬉しいことがあったんです。嬉しいことですか？はい、学校から帰るとき、ひろゆきさんが校門の前で私の卒業式をしてくれたんです。卒業式？歌を歌ってくれたんです。あおげばとおとしわがしのおん。あおげばとおとしですね。卒業式に歌う定番の歌だそうです。そうですね。
私、初めて知りました。卒業式がこんなに嬉しいものだなんて。あれ？なんだろう。突然メモリーからどんどんデータが溢れてきて、学校の校舎や校庭の景色、教室、ピカピカの廊下、皆さんの表情、そしてひろゆきさんのデータが、あの、私マルチさんはマルチさんはひろゆきさんと一緒に卒業式ができて嬉しかったんですね。セリオさん、そしてひろゆきさんと別れるのが悲しかったんですね。はい、そうです。はい、はい。マルチさん、セリオさんが私の肩をポンポンって叩いてくれると気持ちがとても和らぎます。ひろゆきさんが頭を撫でてくれた時と同じ感じがします。そうですか。あおげばどうどうし我が死の恩教えのと、それからなんだっけ、それから、それから教えの庭にも早行くとせ、セリオさん、思えば愛しこの年月、今こそ別れ目、いざさらあば。マルチさん、卒業おめでとうございます。ありがとうございますありがとうございます、セリオさん。あの時のことをメモリーから呼び出すたびに、体の中から微弱なパルスが発生します。これが悲しみというなら、私はとても悲しんでいます。セリオ、 HM シリーズとしての基本スペックはマルチさんより私の方が優れていました。でもマルチさんにあって私にはないものがあったんです。ないもの？涙です。私は田沢さんに幸せになってほしいと考えています。ちゃんとできるかどうかわからないのですが。セリオ、怒られるという可能性もありましたが、田沢さんのことを考えるとこうした方がいいのではないかと私なりに結論を出しました。佐藤正史さんをここにお呼びしました。え？田沢さんの気持ちを伝えてください。でも、そうしないと何も変わりません。自信ないよ。私、鼻低いし耳大きめだしガキっぽいし、佐藤さんと釣り合わないよ。そんなことありません。でも、予測不可能な状況に直面して困惑するのはわかります。ですが、動かなければ前に進むことはできません。こういう時、田沢さんに何て言えばいいのか、お姉さんから教わりました。頑張ってください、頑張ってください。振られたらどうすんだよ。その時は
一緒に悲しみましょう。なんだかな、もう一言だと思って。あれ、セリオじゃないか。ってことはクルスガーさんも一緒なのかい？いえ、私一人です。それでは失礼します。え、ああ、うん。 あれ、ちょっと待ってよ。セリオが僕のことを呼んだんじゃないの？要件があるのはあそこにいる方です。え、失礼します。その…あれ？あの…佐藤正史さんですよね？はい。私…頑張ってください。頑張ってください。私、西園寺女子学院1年 C 組の田沢恵子と言います。田沢…電話の。そうです。あの時はすみませんでした。いや、それはいいんだけど。佐藤さん、実は私…え？私…セリオ、綾香お嬢様、よかったらこれから私の家に来ない？クルス川のお屋敷にですか？そう。せっかくお誘いしていただいて申し訳ありませんが、私はこのまま研究所に帰ります。予定帰宅時間より4時間も遅れていますから。いいじゃない、お祝いしましょう。お祝い、誰のですか？セリオに決まってるじゃない。ほら、綾香お嬢様、私は HM シリーズの試作機として立派に働けたでしょうか？どうかな。やはりそうですか。立派なメイドロボになれるかどうかわかんないけど、あなたは私の友達よ。え、素敵な友達よ。セリオの最終日だからな。学校を抜け出してきた。成績落ちても知らないわよ。すぐに取り返すさ、やる気になればな。いつになるわけ？うるせえ。綾香お嬢様、ひろゆきさん。見送りに来たぜ、セリオ。わざわざありがとうございます。最終日だっていうのにあいにくの天気になっちゃったわね。セリオの日頃の行いなら晴れてもいいのにな。予報の降水確率は80% でしたから仕方ありません。そりゃそうだけど。彩香、バスが来る時間何時だ？あと5分ってとこ。そっか。彩香お嬢様、ひろゆきさん、私に関わってくださった皆さんのおかげでテスト期間を終えることができました。ありがとうございます。ご苦労さん、セリオ。ごめんね、セリオ。坂本さんにいくら言っても聞いてくれなくて。構いません。試作機である私のなすべきことは運用データを蓄積することですから。何？いや、マルチも同じようなことを言ってたからさ。当然です、姉妹ですから。そうね。じゃあな、セリオ。おい、バスが行っちまったぞ。いつものセリオらしくないな。故障でもしてるんじゃないのか？そんなんじゃないわよ。じゃあ何なんだよ。待ってるの？誰？友達。ごめんなさい。あの子誰だ？黙って、こっち。おい、なんだよ。
中で抜けるなんて聞いてなかったわよ、セリオ。申し訳ありません。これ、受け取って。あなたは、うん、なぜ私に。遅いよ、みんな。行くなら行くって言ってよ。集団ボイコットしちゃったじゃない。申し訳ありません。いいって。それよりほら、セリオ、正式なやつじゃないんだけど、みんなで作ったんだ。何をですか？卒業証書。卒業証書、西園寺女子学院1年 C 組 HMX13 型セリオ殿、あなたは当学院の研修課程をすべて習得したことを認め、ここに記します。1年 C 組一同卒業おめでとう。おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。ようやく理解しました。マルチさんの言った通りでした。卒業式は嬉しいものなんですね。あおねばことし、わがしのおんおし、いきなり雨が止んだぞ。姉さんの魔法のおかげかしら。雨を止ませてくれるって言ってたから。そっか、先輩が。主任、セリオ遅いですね。いいさ、今日ばっかりは好きにさせてやろう。そうですね。マルチ、セリオ、君たちの思いを受け継いだ妹たちはきっと人の役に立つ。そう、本当の意味での人の役に。なあ、彩香。ん？セリオ、変わったよな。柔らかくなったよな。そう？昔からそうだったじゃない。皆さん、ありがとうございます。短い間ですが、お世話になりました。この時、この瞬間を私のメモリーにずっと保存しておきます。うん、ごめんね、セリオ、いいように使っちゃって。そうしていただかないと、私が HM シリーズである意味がありません。また遊びに来て。きっとだよ。頑張ってね、セリオ。頑張って。頑張って。私、その言葉が大好きです。私のお姉さんも大好きでした。田沢さん。何？田沢さんと会えて私は幸運でした。運命というものがあることを確信しました。ありがとうございます。いろいろなことを教えていただいて。そう、サテライトからのデータでは絶対にわからないようなことを。違うでしょ、セリオ。それを教えたのはあなたのお姉さんじゃない。そうでしょ？はい。田沢さん、いつか私の妹たちが生まれたら、また声をかけてあげてください。わかったよ、絶対にするから。私も。私も。ありがとうございます、皆さん。あ
ありがとう。これで拭きなよ。え？拭くって何をですか？わかんないの？流れてるでしょ？涙が。あなたと会ったあの日からどんな時にでも全てを CD ドラマスペシャル トゥーハート ピースオブハート。原作アクアプラス、監修高橋達也、脚本演出黒田陽介、音楽下川直也、石川真也、中上和秀、効果倉橋静夫。出演 HMX13 型セリオ、ネアミチコ、 HMX12 型マルチ、堀江由衣、田沢恵子、南尾美、古巣川彩香、岩尾純子、佐藤正史、星総一郎、藤田博之、一条和也、上岸あかり、川澄彩子、長岡志保、樋口千恵子、田沢恵子の母、山田千佳、歴史教師、池上正弘、倫理教師、佐野光太、英語教師、市川真由美、バスの運転手、加世田進、女生徒、桑島美雪、小林圭、木村美沙、永瀬源五郎、セバスチャン、大林龍之介。以上でお送りしました。